こんばんは、みなみです。今週末のゴールドシップ産駒出走情報のまとめをお送りします。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひ高評価にチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は3頭出走します。まずは中山5レース3歳未勝利に8番ホウオウユニコーン、中山8レース4歳以上1勝クラスに出走するのは6番スイートブルーム、最後中山10レース船橋ステークスに出走するのは13番シュアブアリアです。今週日曜日も3頭出走です。まずは阪神3レース3歳未勝利にダンツエスプリー、阪神9レース忘れな草賞にシーグラス、競馬場を変わりまして中山11レース春来ステークスにジュニパーベリーが出走です。日曜日はダンツエスプリのそろそろ初勝利が見たいですね。ジュニパーベリーも今年初出走になるので頑張ってほしいです。それでは出走馬の情報を一頭ずつチェックしていきましょう。4月9日土曜日です。中山5レース3歳未勝利に出走するのは8番ホウオウユニコーンです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は3戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が3回です。前走2月5日の現在10番人気になります。ホウオウユニコーンくんの名前の意味は冠名のホウオウに一角獣のユニコーンを合わせたものです。元気に頑張って走ってほしいですね。中山8レース4歳以上1勝クラスに出走するのは6番スイートブルームです。牝馬4歳のかけちゃんになります。戦績は13戦1勝、1着が1回、2着3着がそれぞれ2回、それ以外が8回です。前走3月21日の現在6番人気になります。スイートブルームちゃんの名前の意味は華麗に咲き誇るです。お顔がちっちゃくてとっても可愛いんですよね。スイートブルームちゃんの活躍、皆さんね、応援していきましょう。頑張ってほしいです。中山10レース船橋ステークスに出走するのは13番シュアブアリアです。牝馬4歳の黒影ちゃんになります。戦績は17戦3勝、1着が3回、2着が5回、3着が3回、それ以外が6回です。前走3月12日の現在5番人気になります。シャーブアリアちゃんは綺麗な流星と、そして、足に靴下を履いています。可愛いですね。ところどころ白いのがとっても可愛いです。シュアーブアリアちゃんの名前の意味はフランス語で心地よいとイタリア語で音楽を合わせたものです。4月10日日曜日です。阪神3レース3歳未勝利に出走するのはダンツエスプリです。ボバ3歳のクリケくんになります。戦績は9戦0勝、1着が0回、2着が2回、3着が0回、それ以外が7回です。前走3月26日の現在13番人気になります。ダンツエスプリ君の名前の意味は、冠名のダンツに、エスプリというのがフランス語で基地に富むという意味を持っています。阪神9レース忘れな草賞に出走するのはシーグラスです。牝馬3歳のかげちゃんになります。戦績は6戦2勝、1着が2回、2着が1回、3着が0回、それ以外が3回です。前走2月13日の現在2番人気になります。シーグラスちゃん現在2連勝中です。
とってもいい勢いに乗っているので、忘れな草症でも、強い勝ち方をしてくれるのではないかなと期待しています。名前の意味は海の宝石と言われるガラス編です。中山11レース春雷ステークスに出走するのはジュニパーベリーです。牝馬5歳のかけちゃんになります。戦績は21戦4勝1着が4回2着が2回3着が4回それ以外が11回です。前走10月31日の現在6番人気になります。ジュニパーベリーちゃんの名前の意味は西洋ネズの実ということです。とっても可愛いジュニパーベリーちゃん、今年初走り頑張ってほしいです。最後にお知らせがあります。コールドシップ産駒の出走情報地方競馬バージョンを毎朝ツイッターで投稿しています。よかったらチェックしてみてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。